暮れの寒いよ。もっと近くに、近くにいて。僕はたまに君を悪く言うけど、悪く言ってるって分かってる僕のことをずっと僕のそばにいてくれるよね。うん、結局何が入ってるんだろう。何ブータれた顔してんだよ。なんじゃ、会いたくても会えない奴はどうすりゃいい。会いたいのに会いに来い。こら、僕を見捨てないで。はいはいはい、もしもし。珍しい。あ、トール君、まだ学校だよ。彼女に何の用？しぐれ兄さんにも話すべきことがあるのかもしれない。やっとかよ。君さ、もしかしたら。ただいま帰りましたです。おかえり。帰ってきて早々悪いんだけど、封筒買ってきてもらえないかな。はい、喜んで行ってまいります。そうです、ついでにゴミ袋も買い足しておきましょう。あ、すずめさん、可愛らしいです。人懐っこくていらっしゃるのですね。クレノさん、異性に抱きつかれると変身してしまう。俺の呪いはもう溶けてる。何の前触れもなく呪いは溶けた。ごめん、君からのプレゼントを無駄にしてしまう。アリサとは会わないよ。俺はこれからもアキトのそばにいるから。このまま会わずに終われば些細な思い出になっていつか消えてなくなる。もう気にせず。だったらもっと幸せそうに笑えよ。会いたい、会いたい、会いたいけど、たった2回、初めて人間になった自分が好きだと思った人だったけど、俺だけ自由でどこにだって行ける。だけどだからこそ、アキトのそばに。どうして、どうして溶けたんだよ。俺にもわからないよ。何その目、どうしてそんな遠い遠い目で僕を見るの。いやー、行かないで、行かないで、行かないで。僕を見捨てないで、クレノ。だから誓った。呪いが解けた、あの日にそばにいるって。あの子が俺を必要としなくなる。誰よりも弱くて、誰よりも脆くて臆病な悲しい女の子の女の子。